イベントに参加していたご当地キャラが襲われました。被害に遭ったのは愛媛県のメーカータルトをモチーフにしたキャラクタータルト人です。関係者によりますと、22日、高速道路のサービスエリアで行われたイベント中に20代前半とみられる男らのグループに突如殴られ、中に入っていた女性が軽いけがをしました。